次回リコレクション。移植からついに解放された。じゃあ行こうか。ああ、そして俺たちはオートを目指して旅に出た。俺とユーシンは一緒にオートの宗教学院に入って、さまざまな人たちと出会い、多くのことを教わった。そしていつか聖堂騎士となってセントラルカセドラルに残り、君を連れ戻そうと誓った。そのためにまずは修験士検定試験で10人以内の成績を取らないと。ところが上級修験士になった時、事件が起こった。ユージのそば付きであるディーゼと、俺のそば付きであるロニーがライオスとウンレールという上級貴族の子息の部屋に連れ込まれてしまった。ユージはライオスたちの部屋に乗り込み、二人を助けようとした。こうしできるということなのだよ。おとなしくしろ、これから指導をしてやろうというのだ。やめろ、動けエミン。動くなというライオスの命令に逆らうことができず、ユージはティーゼたちが恥ずかしめられる様を見ているしかなかった。なぜなら平民は貴族の命令に従わなければならないと禁忌目録に記されているからだ。この教えは封印として人界の人々の魂に刻み込まれていた。